ブラックシルバーの馬シルバー様希釈遺伝子は、馬の毛色に関連する遺伝子である。エウメラニンを豊富に持つ影系を呼び、青毛系の毛色に作用し、それらを希釈する作用を持つ。この遺伝子を持つ馬種は少なく、アラブ種やサラブレッドといった系種には見られない。シェトランドポニー、ロッキーマウンテンホース、アイスランドホース、 モルガン、アメリカンサドルブレッド、アメリカンクォーターホースなどいくつかの品種に限定し、見出される。ブラックシルバーベーシルバーシルバー様希釈遺伝子主もな、作用は、エウメラニンの希釈である。フェオメラニンの濃度はほとんど影響を受けない。希釈効果は部位により、大きく異なり、特に長毛での希釈効果が強い。長毛のエウメラニンはほとんど排除されるため、 原毛色が、エウメラニン主体の青毛の場合は銀髪に、多量のエウメラニンと若干のフェオメラニンを含む、影の場合は金髪に希釈される。一方で、紐の希釈効果はそれほど強くなく、若干明るくする効果しか持たない。影の歌詞や青毛のように特に黒い部位を、まだら模様にする効果もあり、馬体に白い連然模様が浮き出てくる。また、 シルバー様希釈遺伝子を持つ子馬は、出生時、麦色の馬体、白いまつげと長毛、白と黒の縞模様があるひずめを持って生まれることがある。通常、この特徴は一切までに消滅する。シルバー様希釈遺伝子を持つクリゲ馬。クリゲは、この遺伝子の影響を受けない化表は、原毛色とシルバー様希釈遺伝子を持った場合に現れる。 毛色との対応であるこの遺伝子は、フェオメラニン濃度に影響を与えないため、希釈効果は、エウメラニンを豊富に持つ、影系青毛系の毛色に限られる。エウメラニン濃度が低い白髪、栗毛、月毛、透け目毛やなどは、この遺伝子の効果が隠され、キャリアとなる。足毛の場合も効果がわかりにくくなるため、同様に、キャリアとなる。 シルバー様希釈遺伝子の実態は、メラノソームでエウメラニンの合成に関与するプマル17という遺伝子の変異型で、第6染色体長腕領域に高度されている。シルバー様希釈遺伝子では、第11エクソンにミスセンス突然変異がある。この事実は2006年にスウェーデンの研究者によって明らかにされた。ただし、現時点では、 希釈効果が発生する詳細なメカニズムは不明である。シルバー様希釈遺伝子は優性遺伝により伝わり、その希釈の強さはヘテロでも炎でも変化しない。同様に、マウス、鳥、ゼブラフィッシュにおいても、エウメラニンを希釈するプマル17の変異が見つかっている。ありがとうございます。